アーツヒューマン両手ゼロマサト5位ヨネくんです。朝から今日の企画ダラン リレー小説まあ、ちょっと今回はスケッチブックとペンを使うんですけども、うん、まあ、ルールを簡単に説明すると、まあ、まず小説のタイトルをみんな書きます。まあ、何でもいい、鬼とか何でもいいんですけど、それを書いたら隣の人にこう渡します。で、まあ、例えば聖太郎に渡したとしたら、聖太郎は俺のタイトルを見て、そのタイトルに合うような物語を2ページ目に、あ、2ページ目じゃない、1ページ目として書き始める。で、そしたら次、聖太郎が書いたら凌介に渡して、凌介はタイトルとか見ずに、その聖太郎が書いた1ページ目だけを見て2ページ目を考える。なるほど、1個前の人のやつだけは見れる。そうで、計6ページを使って物語を完結させるというリレー小説でございます。これは結構傑作が生まれるんですけど、句じゃない、句じゃないもんね。何文字とかじゃないもんね。何文字じゃない、もう自由だよ、うん、文字数適当でいい、文字数適当でいい、一行でも一行でも一行でもいい、めっちゃ長くてもいいし。正解やっていきまーしょう。ヨガヨくん、じゃあ、いや、ちゃんとお話として考えてます。マサトからいいですか。はい、マサってメンタル彼女。あ、でもやっぱそうだと思う。なんか可愛い感じ。可愛い。タイトルこれです。マサってレンタル彼女。マサみたいなレンタル。マサってレンタル彼女。僕は臆病だ。クラスの一軍というやつにもビビるし、クラスの前でも発表もビビる。好きな女の子にも話しかけられない臆病だ。そんな僕がある日レンタルをした。そう、彼女。あ、今とこめっちゃいいじゃん。今もう一回で。もう一回。あとでこれ写真すれば大丈夫。で、いいわ。彼女と過ごした一日はとても楽しかった。あんなことやこんなこと。一日だけの彼女だったが、僕にとって幸せな一日となった。つながった、つながった、つながった。つながった。マジうまい。前のやつを拾うと次の日分かりやすいじゃん。絶対。次、俺。はい。あ、俺。待って。待って。まだ読んでないから。何これ、ね、これ今彼女をレンタルして一日レンタルして楽しかったんだよね。で、ここまでいいよ今。だが来る日も来る日もその女の子のことを考えてもこの気持ちをどうすればいいのか相談する相手もいなかった。こいつ何も拾ってないからね、レンタルのことを。自分のことは何もわからんから俺。何そっか。そんなある日、その女の子から私、引っ越しをすると。えぇメンタルしてんのって。メンタル彼女って引っ越し。でも、落ちですね、これは。落ちる、最後。これ、僕ですね。すると、僕がいいね。いいね。何年くらいの間くらい行くの、うん、まあ、その道会いに行くけどね。いいの、ふふふ。熊吉より。そんなことある。そんなことある。誰だよ、熊吉。思ったねえだろ、お前、登場人物。思ったねえから。ヨガヤくん、じゃあテーマ、はい、雨の音。上なんかよくいい音聞いてる。雨の音絶対いい。ユーマから始まった。ユーマ代表してます。その前提で雨の音。ダッシュ雨やん。ああああえー、ね。描写あるある。え、俺描写から始まる。今日あるも小説。なるほど、分かった。描写、まあ、いや俺はこれを見て、うん、続きを書いたら、ね、そうだよ、雨。あー、今日も雨か。あ、それじゃあまた体育はなしだな。と、その時雨の音で何が起きた。任せろ。と、その時俺任せろ。天気を晴れにできる女の子が現れ、お、天気を晴れにした。あ、しかしその後、その女の子は雷に打たれ亡くなってしまった。が、その時マジやりやがる。雷に対しての力、物理的攻撃、無効のいい、ね、ユニークスキルを手に入れたのだ。女の子ユニークスキルだよ、お前。これよかった。そして、俺は無敵の力を手に入れた。よかった。これで、俺の好きな子と結婚できることになりました。ててて。俺って感じ、滝になってる。
違うの？全然違う俺。いやいいね。なんかよかった。無じゃない。その時はおもろいな。綺麗な。でも結構ファンタジー感あったね。お前さ、え？今誰が言ってんの？そうそう。いや俺絵から考えたんよ。あ、だっけ？結構頑張ったよ。確かに、まあ教室から眺めてるみたいな。ここから考えたのか。そうそう。まあいろんなね。ヨガヤくん。これタイトル言いません最初。え？あ！おもろいそれ、そっちでこいつがやらかしたから、マジで俺文化でいけます。はい、こいつからね、最初のアツはある時、サメになりました。アツ俺がいいマジでさ、お前絶対もう、違う、これ適当じゃない？もうめんどくせえから書いてある。違う、最初ってかよくわかんない。そして、共食いをして、大きく長生きをした後、ウミガメと結婚しました。前回壮絶な人生過ぎました。これ、ロイズで、はい、結婚したのは素晴らしいことだけど、仲はあまり良くない。そんな日が続く中、二人の間に子供ができました。あー、いいよね、これ結構いいよ、壮絶っぽいよね。できれば何とも言えないが、子供ができたとは嬉しいことだが、うん、ちょっと待って、感じが何これ毒やん。毒じゃないけど毒に見える。怖い、怖い、毒だよ。毒に見える。夫婦の中が悪かったら意味がない。あ、どうしたらいいのか。どうしたらいい。落ちです、落ち。どうしたらいいの。そうだ、すでに亡くなったことに、亡くなったことにすればいいんだな。めっちゃ笑い、ここが長いもん。友人に頼んで一家全員を車に乗せてもらい、無人島に連れて行ってもらった。怖い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 。そして友人だけ帰って取り残された。悩み事は全てなくなったぜ、めでたしめでたし。どこでね、なるほど、便利な方。これタイトル何だと思いますか。え、俺が当てる。ちょっと、ないヒント、サメマジ関係ないです。俺がサメマジ。はマジ、俺サメ系だと思ったもん。じゃあ、どう、最初だった、はい、こいつが見た、アツがサメになりました。海の物語。海の物語、違う、なんか転生系かな。人生とか。あー、なんかだけど、お前、すごい。アツ、なんか最初と最後繋がってる。そう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 。最初ってそのテーマの、なんか最後のなんか家族っぽい感じがね。どんな物語。え、じゃあもうテーマいいっすか。誘拐とか。大谷家族。え？あ、まあ。やばいな。ちょっとこれ当たった。怖い。確かに繋がった。怖いよお前マジで。一家全員なんか無人島に車で。いや、お前兄弟が。兄弟が。え？弟さん妹一人。まさか俺のことだとは思わんかった。そうだよね。マジで。でもなんかありそう。大谷家族でさ、俺マジ許さんくれ。あ、このサメ。あつはあるときサメになりました。家族でサメ。どういうことか。先生ではすいませんでした。ヨガヨくん、まあちょっとタイトル、ダダン、推しの子。鬼の子なんだよ。違う、お前さ、ボケがもう間違えたらよくわかった。鬼の子、はい、俺一応1ページ目。あ、確かに。あるところに鬼の夫婦がいました。No. その夫婦は伝説の子供を産むという噂がありました。おお、はい、どうですかこれ。すごいね、伝説の子供。タイトルはちょっとまあ引き取る。これはもう膨らめるわ、次の人も。その子はサイヤ人。あ、サイヤ人の人々で人々で最強でした。しかもかなりのイケメン。おお、鬼拾えよお前。お前こいつマジでもう思んない。やだ俺もう、読解力が。イケメンはイケメンだけ、最強という名の顔だけは、その正体は。あ、なんだ、サイヤ人ね。ゴールを進んだ。彼は最強だ。いや、最強になった。本当にごめんこれ。いや、落ちる。いやいや、これはでもこれしか、これだけ見たからね、これだけだよ。で、もう落ち、そうやって作られたのが、終わった物語。最終的に違う作品になりました。ヨガヨくん、はい、サメの成長。
成長だ。おー成長。まあ、1人、まだとか、ある一匹のサメが生まれた。めっちゃいいな。まずサメの成長、オッケー、次行こう。そのまま大好きな、大好きなサメ。大きな、大きな、大きな。お前34お前ら、日本だよね。大きな、大きなサメ。そのまま、その名前はレオ。おー、レオか。レオ。レオは、人間が大好き。食う方じゃないよ。遊ぶのが大好き。いい子だ。でも人間は僕の僕を怖がる。あー、そうなんだ。食べながら怖いよね。怖いよね。怖いね。いきます。レオっていうとやっぱり怖がられる。ああ、うん、そうだよね。その理由はなんとなくわかる。なんとなくわかる。なんとなく。僕レオはサメの中で一番大きい体。仲良くしたい。あー、俺サメの物語って多分知らないよ。いつの物語だった。じゃあ次次次次次次次これを見て熱いか。お前さ、サメの物語分かるようにしろよ。そうだ、読んで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 。そうだ、ダイエットしよう。そしてやん、僕の体が僕の体が少し少なくじゃなくて小さくない小さくない。小さくなればじゃないよ。小さくなればみんなに怖がられなくて済む。しかもかもしれないかもしれな い, れないと思って早速痩せるために取り掛かった。うおー、もうこれお互いどこにあるの。まあ俺の話しろ。体大きい方ですか。ここで神展開作る。ダイエットします最後。体は小さくなったものの顔だけ小さくはなれない。残念なやつやん。残念なやつやっけ。顔だけが小さくするためには考えた、顔だけを小さくするためには考えたところ、うん、整形することを決意した。おいけど僕にはお金がない。あ、やばい、やばい、ピンチですね、はいはい、そのために借金を試してみたが、うん、悪い組織であったため触られてしまった。その後彼を見たものは誰もいない。人になった。そこの成長とはどういったでしょう。最悪だ。ここまでは良かった成長。そう、だから仲良くしたいって成長があったよね。サメだけ入ったら絶対分かったよ。ダイエットだから。ダイエットぶっ込んできた。いや、体が一番大きいのが悩みだったから。あ、じゃあダイエットして続くしようかなっていうね、思いになりました。レオとかサメとか、僕大丈夫。僕はレオのままにすればワンちゃんまでできた。僕の体ってお前人やん。もうレオなくなっちまったな。マジヨガヨくんで、ラストテーマは言いません。タイトルは、おー、いいね。じゃあこれ最初熱いから。昔々のつい最近、空はどんより日本晴れ。どんより日本晴れ。何の接点もない6人の男の子がおったそうな。よく分かってんじゃね。日本語で分かるとしてるの分かるけど、その6人は全く接点もなかったため癖が強く個性がバラバラだったとか。おお、なるほど。ダメだわ。誰かった俺。これ2人で、ね、ちゃんと6人は両方好きだ。6人個性これは1人はスーパーサイヤ人、1人はムキムキ男、1人は声がメガホン、1人はスネークマン。一応一人はカイドウ、やべ、一人忘れた、一人いい人、一人はカイドウ。クソガキみたいな。やべ、一人は忘れた、一人はスーパーサイヤ人、一人はカイドウと思って感じがかっこよくないよ。そんな6人の勇者あるヒーローは冒険に出た新しい世界へ。ちょっと待って、残ったよかった。待って、おお、6人は困難な冒険ばかりだが、辛いことも楽しいこともあり、6人の仲は深まり、世界の一つなぎの大秘宝ワンピースを目指している。カイドウ、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 ダメだからカイドウ目指したり、ジャンプのファイヤ人も目指したから。カイドウだから。皆さんこのカイドウ何だと思いますか。もう俺分かったもん。いや、俺もちょっと6人って言われて、俺も6人って言われて、じゃあ、まあ、ああ、せーのでいい。うん、せーの、ヨガヨガ。なんでじゃあこうなったの。マジやっぱそうだよね。まあ最初で俺分かったの6人でしょ。そう、俺もこうなったらいいなと思った。ヨガヨガなんだな。でも6人って言ったらもうヨガヨガだな。でなんか俺も6人を忘れちゃいけない。そう、6人ってさムキムキ男じゃ誰。お前でしょ。スーパーセイジャー誰。誰だろう。セイタロウになるな、これ。スネークマンは誰。カイドウとかさ、お前いないから。あ、スネークマン、お前しょうって書いてるマジで。マジで。あ、マジで。ヨガヨくん。はい、ということでこんな風になってしまったんですけど、怖いよ。
傑作がたくさん生まれましたね。生まれたね。でも誰も小説を書けなきゃいけないこの前。まあまあで、ね、漢字だよ。漢字と読み。まずそっからか。俺らはちょっとやっちゃう。ちょっとの勉強から。ちょっともうきついよもう。多分一人じゃこの物語は書けません。書けない。6人だから書けたもんです。書けてねえけどな。まあ、なんかお腹いっぱいです。よし、僕は満足です。確かにもう撮影して1時間15分ぐらいだったんですよ。よっぽっ、よっぽもうそうです。1時間15分面白かったっす。皆さん長いっす。6作品見たから。ということで、はい、次回も、はい、よがよくん、ぜひ見てください。はい、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。